お疲れ様です。ラットです。というわけでね、今回もクラッシュライドやっていくんですけど、今日はね、まあ、展開にね、到達したよっていうのがまず報告ですね。で、はい。こっちのね、ラットアーカー、もう50位で、まあ、7000到達と、まあ、あとは、あれですね、もう一つ、僕の、サバカの、このマイクアゾスキーっていうアカウントもね、7000に到達しました。というわけで、まあ、ね、2回展開行きましたよって、感じではあるんですけど、まあ上がね、もう72まで行ってるんでね。はい、ちょっと負けじと、マルチね、やっていこうかなと思います。いやー、ちょっとね、前ね、2週間ぐらいかな、まあ1週間ちょっとぐらい前に、まあグロ1位1回行きましたけども、それ以来行っていないので、まあちょっと行きたいですね。最近生放送スルスル詐欺とかもしてて、ちょっとね、なかなかできてないんですけど、準備がいろいろ大変で、はい。いろいろ、はい、なんで、23日ですね。23日に、もう絶対やります。はい、もう絶対です。23ですね。なんで、まあ、23ね、生放送夜やるんで、ぜひね、楽しみに見てもらえたらいいかなと思います。というわけで、この人はね、ロイジョイかな。僕の記憶が正しければ、ロイか、まあ、スケラとかかな。ロイジョイでしたね。というわけで、これま低めコウモリでいいかな。ベビーオーブンメガゴとかのあのロイジャイですね。これ一発起用して、そうなんです。あのロイジャイですね。あの、オーブンロイです。オーブンロイを使ってる人がいるんですよね。いてえな。でも、タルババ使ったよね。で、まあ、使ったんですけど、あの、オーブンがあるんで、ちょっと安な。オーブン咲いたで、これはね、ディガーでオーブンを壊しつつの、ウォールブレーカーがこれ入りますね。オッケー。で、このベビーちょっと厄介ですけど、まあ、許容かな？マジアチャが一発？いや、このマジアチャね、ちょっともったいないかな。相手からしたらこれ無視して、結露も組めるし、まあ、当たる。はいはい、おいしい、このダメージ大きいですね。ね、あの低め部分がちょっと厄介ではありますね。まあ、コウモリディガーで一回攻めていきましょうか。いや、この部分マジで痛いんですよね、さっきから。いや、この部分ちょっと、いや、痛いんですよ、マジで。マジで痛いな、オーブンって。オーブン結構無視したいんですけど、むずいね。で、あと相手は、こういうベビドラでね、攻めてくるんですよね、マジ。ワンチャンこれライト打たれてもいいまである。いや、あんま打たれたらよくないけど。ワンチャン削りで打ってくる可能性もありますね。ここ、延命したいですね。あの、あれ使ったばっかなんで。よいしょ。まあ、こっち攻めちゃってもいいね。オッケー。間に合い。いて。オッケー、ウェブさん入ってる。いいんじゃない？今のところはいいですね。ライトニング避けるように端っこにしたけど、ワンチャンライト当たるは結露から来ましたね。ここですね。ここちょっとね、決めたいですね。僕としても。さあ、行く。ワンチャンも置かれるのかな。あ、でも？わあ、いいエレキですね。で、これね、ちょっと、2周目コウモリとかで、端前、あれがちょっとワンチャン怖いですね、僕としては。一応こっちも防衛して、オーブンあるんで今攻めれないでしょ。ワンチャン逆サイ狙う説も、逆サイ狙ってここ居抜く。オッケー。そしたら相手はあんま気づかない。まあ、気づくけど。で、ここで置くと、こっち側にワンチャン来るかな。まあ、こっち来ましたね。いやでもこれね、もう守れないと思うんで、行っちゃって。なあ！勝った絶対負けたと思って今。28耐えたんだ。はあ、激アツですよ、マジ。しんど。動画撮ってるの、なんか、そんな、なんか動画撮ってたかって感じでしたもん、途中。危ねえ。はい、27位。いや、いいですよ。いや、いいんですよ。マジで、ロカランだとね、低いんですよね。なんか、日本人ね、レベル高いんですよ、マジで。マジでレベル高いんでね。うわ、早いマッチング。やっていきます。まずセパが最強。
とコウモリプラスのディガーも強いですよ。うわタイミング完璧なエレキですね。ウッドとマスケでとりあえず耐えますか。エレキだったらペッカが安牌かなと思うんですけど、まあペッカ以外のデッキにエレキが入ってるのはちょっと想像つかないんですけど、違いますね。エレキとディガーってなんだろうね。エレキダクプリディガーはわかんねえ。ジャイだ。ジャイだ。ジャイだ。これジャイっすね。ジャイ以外ないね。これでジャイじゃなかったらどうしよう。いや、まあジャイだね。ジャイプリプリはね、正直ね、あんまいいとは思わないんですけどね。悪いとも、まあそんな思わないですけど。まあここセパーしたらワンチャンウォールブレイカーが1体。ああ、まあ逆にそれはそれでいいみたいなのがあるね。で、とりあえず待ち合い中咲くけど、もしかしたらあれっすね。てか、ファイボー説は全然濃厚なんですよね。まあでも、ここは耐えれそう。耐えれそう。いや、耐えれないな。いや、素晴らしい。このボムタワーにも当たってるファイボー。はいはいはい。で、ジャイプリプリエレキメガゴの、ジャイプリプリエレキメガゴディガーなんで、ファイボーザップっすね。ウッドがないんですね。ウッドがないっていうのがわかるだけで、ウォールブレイカーを飛ばしやすくなりますね。はい。エレキがあるターンなんで、ここは一回防衛から行きますか。おーでザップかな。おー来ましたね。オッケーオッケー。まあ、ここ一回防衛して、いやディガーだけだと、あスケがスケがオッケーオッケーオッケー。フーでスケザップつきましたね。というわけでここのねウォールブレイカーどうやって守るんだ。ザップ使ったよ。メガゴとかかな。まあでも僕もあれ使ったんで、スケか。スケ使ったんで、ちょっとここは守りづらいですけど、このコウモリにディガーつなげて、オッケーオッケーオッケー。これにね、ザップを咲かせる、あ、ないんだね。オッケーオッケーオッケー。悪くない。ペースとしては悪くない。全然悪くない。オッケーオッケーオッケー。あ、相手はもうこのディガーで削りますね。僕のディガー置きがやっぱ少ないんで。はいはいはい。まあ、セパコウモリからの、ダクプリがね、ちょっと厄介ではありますね。ここちょっとノックバックしつつ気持ち嫌がらせね。で、プリンスにはスケ。そう、このマジディガーでしか削ってこないですね、この人。まあでもそれがうまいんですけどね、正直。まあ、僕もね、負けじとね、ディガーで、あ、これやばい。耐えて欲しかったな。まあここね、で、オッケーオッケー。これスケだけで守れるでしょ、どうせ。あ、エレキしくってる、エレキしくってる。エレキしくってる、ありがてー。待って待って、しかも、左側僕あんまダメージ受けてないんで、許容できますね。許容からの、さあ。で、逆サイ振るでしょ。でもこっちもね、そう、だるいです。まあ、プリンスでそうだね。処理されるのはちょっと辛いですね。マジ？それは違くね？それは違くね？今の。今のはさすがに話が違くね？今の話が違くね？マジで。うますぎだろ。今の話が違う。でもこれ絶対きつい。俺ならわかる。絶対きつい。絶対きつい。絶対きつい。オッケーオッケーオッケー。今の話が違うんだな、マジ。いやこれ全然いける、全然いける、全然いける。これダックプリ絶対来る。うわ、いこと！うっしゃー、はい、来たー。なんかね、いつもの動画ほどね、ちょっとあんま喋ってないかもしれないんですけど、それはね、もうしょうがないね。よし。なんと2連勝。いや、調子いいですね、マジ。7075、そう、16位。一気に上がってきましたね。71年行きたいですね。71、71行けるだけで全然世界変わると思いますので、やばくない？グロラン16位で、日本でレベル6位だからね。日本人レベル高すぎでしょう。という感じです。さあ、ラスワン行きますか。これ勝って、もう僕は気分よくね、寝たいなと思います。はい、もう寝る前なんですよね。僕基本夜寝る前に動画撮るタイプなんですよね。で、まあ撮れなかったら、まあ朝か昼ですね。その次の日の。まあ動画上げる日の。まあ基本的に動画上げる前日の夜
寝る前に基本撮るんですけど、なんでいつも眠いんですよね。いつも眠い。まあ動画撮って寝て起きた時にこう、あ、今日の動画も撮ってるからっていう、あのね、はい、ちょっと気分いいのが好きなんですね。はい、来たサンライト JPP 枯渇だ。ジャホっていう人のね、多分代行だと思うんですけど、やりごぶこうもりスタイルの人ですね。そうそうそう、やりごぶこうもりギャングのジャイプリプリ。これね、だからこの人上手いです。あの、僕のリクがきついタイミングにちゃんとこうあれなんですよね。もうプリンス単体とか、なんかプリンスやりごぶとか、なんかその辺のね、小物の使い方が上手いんですよね。で、多分っていうか、もうほぼ角でファイボっすね。これとマジアチャー嫌いだったと思うんで、でワンチャンこれ読みザップまた来るまである。なんかすげえんすよね、この攻め方がすげえ独特なんですけど、それが全部きついんすね。で、これワンチャン反対逆サイ単体ダックプリみたいな、なんかね、こっから勝ちたいですね。でも負ける風な流れありますけど、いや、こんなマジアチャしてると勝てないですね。ちょっと、ああ、まあ、5打ってくれるのありがたいですね。いや、これ1回リガーか。あー、渋いですね。JPP 枯渇ね。これね、プリプリ、コウモリがちょっと厄介なのと、プリプリですね。マジで。で、ゴブジャイもちょっと厄介なんですね。ジャイと違って、ヤリゴブリンが乗ってるんで、適当につけとかコウモリ出しちゃうと処理されちゃうんですね。なんで、やりごぶコウモリとかもちゃんとね、タゲ取ってからみたいな感じで出すタイミングね、大事にしたいですね。まあ、ここはダメージ抑えるようで、これ絶対なんかね、この逆サイ側に来るんですよね。ワンチャンにザップ？いや、怖え、マジ。読みザップが怖え、本当に。いや、硬えなーっていうか、溶けるのが早いっすね。ボムタワーの。ここ5打ってこないんだな。うわぁ、これね。で、ここで行って、絶対ギャング来るから。いや、こんなんだ。あ、来た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 、オッケーオッケー。これバルキー出したい。早めに出したい。オッケーオッケーオッケー。いや、これはね、いいんじゃない？うわ、待って。なんかめっちゃいいザップされたんだけど。意味わかんね、意味わかんね、意味わかんね、マジ。ちょ、待って待って待って。意味わかん、今のザップ、やばくない？今のザップ、打てる普通。うわぁ、もう。俺のコストがきついの分かってる。で、コウモリ追加かな。ここは一回落ち着くんだね。うん、よく分かんねえんすね、マジ。いや、でもこのファイボによって、僕のワンチャンの勝利が。で、なんか来るでしょ、絶対。お、からの？うわぁ。いや、これファイボで終わる。まあ、うまいのは知ってるんだよね、うまいのは。本当に。そう、この人うまいんすよね。とまあ多分ちょっとね、相性的にはもうあんま良くはないと思うんすよね。って感じっすね。はい、悔しいっすけど、まあ71はね、またにお預けかなと思います。まあまあ若干トロフィーも上がったんで満足ですね。でもマイクアカウントね、もう一個のアカウントも頑張りたいと思いますんで、はい。次ね、23日生放送しますんでお楽しみください。よければね、チャンネル登録と高評価もね、お願いします。コメントもぜひ、たまに返します。はい、一応全部目は通してますので、よければね、はい、ぜひぜひお願いしますよ。お疲れ様でした。